あの実はですね「シン・エヴァンゲリオン」でプレビズやる前にプレビズをですねやった作品が日本にもあってそれ何かって言ったと「ローレライ」っていう映画なんですよ樋口真嗣監督がですね2005年に作った映画でですね庵、えー、野秀明もです、ね、あの水平役で出演してるんですけどもローレライって僕昔から不思議だなと思ったのがローレライのね潜水艦のミニチュアサイズがやたらでかいんですよ。7メートル 以上あるんですね。なんで7メートル以上もあるのかと思ったら、あの、ローレライのですね、ひょっとしてと思って調べようと思ったんですけど、もうローレライの資料なんかほとんど残ってないんですよ。で、しょうがないからですね、ローレライの、なんかあの、ムックがですね、ようやっとですね、古本屋で見つかったんでですね、取り寄せて調べてみたらですね、やっぱりそうだったんですよ。 えー、樋口信者ですね、ローレライでですね、ローレライに出てくるあの、異号潜水艦のですね、7. 点何メートル、7メートル以上ある模型作ってプレビズ撮ってたんですね。で、なんでかなと思った。あのー、実はね、1990年代から2000年の頭にかけて、日本の映画監督とかですね、アニメ監督がハリウッド映画のメイキングを見て、ちょうどその時 DVD の時代になったんですよ。あのー、 VHS ビデオからですね、DVD に流れが変わってきてですね、特典映像でメイキングつくようになったんですね。でメイキングがついてくるので、これどうやってるのか、どうやって撮るのかがやっとわかってきたんですよで。それを見ながらですね、樋口真嗣とかがですね、あ、こういうふうにして撮るんだ、こういうふうにして撮れば、実はコストも安いし、本格的な絵が撮れるんだっていうのはわかってた時代なんですね。で、樋口真嗣はですね、おそらく <laughs>、 まあ、さすがにこの本の中でもタイタニックとは書いてないんですけども、あの、でかいミニチュアを作ることに固執して、でそれでですね、プレビズですね、つまりビデオカメラを持ってですね、あらかじめ潜水艦の周りを舐めるように撮って、で、本、本、あの、本編でどこを CG にして、どこを特撮にするのかの割り振りっていうのを決めたっていうのが書いてあったんですね。で、それをですね、まあ、1900、えー、とですね、あの、84年かなあ、違うな、90。 あ94年だ。94年の時点でやったのがこのキャメロンなわけですね。あの、ローレライではですね、実際にその、あんまりその巨大なミニチュアによるプレビューズって効果が出なかったんですけども、まあ、あの秀明はですね、あの子はですね、新エヴァで使いこなしたというふうになると思います。で、後にですね、キャメロンがですね、あの、メキシコに巨大な、あの、スタジオを作ることになるんですけど、その時もですね、最初にですね、メキシコに持ち込んだのが、 これ、あの、その7.5メートルよりもさらに大きいですね。13.5メートルのですね、20分の1のですね、あの、タイタニックの模型をまずメキシコに持ち込んだんですでなんでそんなでかい模型を最初に持ち込んだのかっていうと、これからあのメキシコに巨大なプールを作って、そこに実物でのセットを作るわけですね。で、どの向きにタイタニックを作ればいいのかっていうのを調べたかったんですね。もう 撮影期間分かってるわけですよ。大体あの4ヶ月ぐらいあって、太陽がこっこからこ、あの登ってこっから沈むっていうのが分かってるから、じゃあこの13.5メートルの模型持ち込んで地面の上に固定して太陽がどういう風うに当たるのかっていうのをシミュレーションしといたら、後で合成用の素材作るときでも、スタジオ内で人工証明でやるときでもバッチリ分かるので、まず巨大なミニチュアを持ち込んで現地で日が当たって日が沈むまでにどういう風うに太陽が動くの分か、とけば、 で、どの影がどこに刺すのか分かっておけば、実物大のタイタニックを作っても、後で、え、こっちの方向から太陽、ちょっと不便だなっていうことがなくて済む。そういうふうなことを考える人間なんですね、キャメロン。なので、まず最初にロシアの船に持ち込んだのも巨大なミニシア。メキシコに最初に持ち込んだのも巨大なミニシア。そんな男なんですよ。で、えー、それをですね、まあ、あの、まあ、 えー、13.5メートルのですね、まあまあ、メキシコの話にちょっと飛ぶんですけども、あの、持ち込んでですね、最初に、あの、撮ったのが、やっぱこうプレビズなんですよね。えわ、ー、かりますかあのね、上がね、プレビズの映像で、下が実際の映画内の映像では、ちょっとあの荒れててわかるんですけど、これ僕、メイキングの映像からですね、あのちょっと抜いてきたんですよね。えー、13.5メートルのミニチュアの先にですね、人形を置いてるんですね。で、キャメロンがですね、あの、 カメラを持って、こういう風うに回り込んで撮るんだっていうシーンと、全く同じシーン。これ上のシーンも動いてたんですけど、全く同じシーンが、ジャックですね。ディカプリオがですね、俺は世界の王だって言って手を広げて風をこう受けるシーン。と同じになってるんです。こういう風うにしてですね、プレビズであらかじめ撮ると、なんだろうな。後に自分がどんなシーン撮りたいのかって、俳優にもスタッフにもすごい説明できるし、 で、クレーンとか動かすときもですね、こういうふうに動かすんだというのは説明ができると。で、説明ちゃんとしてると失敗がないのでですね、その与えられたスケジュール内でベストの絵がすごく撮れやすいようになる。そうすると基本的にはスケジュール管理も楽になるし、良さもどん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 落ちていくっていうのがまあキャメロの考え方なんですね。で、まあ、プレビュー主義っていうのは、 キャメロンが初めてですね。で、その後、ローレライの樋口真二が日本へ持ち込んで、新エヴァでアーノンヨの秀明がですね、初めて多分日本で使いこなしたという,ふうことになるんじゃないのかな。ちなみに僕はあのプレビズ面白いなと思ったのは、あの、今話してわかるように、ハリウッドでプレビズを使う理由っていうのはコストを下げるためなんですよ。あの、潜水艦で潜って、えー、タイタニックの実物を取るときに無駄な動きしなくて済むように、ロシアの潜水艦乗りたちにですね、潜水艇の操縦士に、 カメラを持たせて、こういう風に撮りたいから頼むよっていう風にコストを下げるためなんですよね。ところが、日本でのプレビュズの使い方は新エヴァでわかる通り、コストを下げるためではなくてですね、あの、品質を上げるためなんですよ。かっこいいアングルを見つけるため、かっこいい構造を見つけるためって品質を上げるためなんですよ。クオリティアップのために使っちゃうんですよね。あの、CG と同じですハリウッドで CG を使う理由は、ただ単にコストを下げたいからなんです。 でも日本で映画の中で CG 使うというのは絵のクオリティを上げたいからなんですね。これの差が面白いですね。えー、こうやってですね、えー、キャメロンはです、ね、海底で本当のタイタニックに会いました。本当にロシアのね、あの、潜水艇をチャーターして自分自身で潜ったんですよ。潜ってですね、えー、タイタニックを見てきたんですよ。しかし、見てきたと言ってもまだですね、タイタニックを作るというふうにはですね、え、キャメロンなかなか決心できませんでした。 あの、キャメロンはですね、そういうわけで,ですね、タイタニックを作る前に、トゥルーライズっていう映画ですね、ラツネガ主演のアクションスパイ、アクションスパイコメディなんですけど、1994年を完成させてですね、まあ、タイタニックには迷ってました。もうどう考えても予算はですね、8000万ドル以上かかると。80億円以上かかるし、おまけにシリーズ化もできないと。だってタイタニック沈むんだもんと。おまけにタイタニック沈んでほとんど死ぬよって結末をみんな知ってるので、 これ映画でやっても儲かんないよ。でも俺作りたいんだけど儲かんなかったら俺のキャリアここでおしまいになっちゃうというふうに考えたんですね。で、同時にですね、この8000万ドルで済まないんじゃないかなとキャメロンも思ってたんですよね。トゥルーライズがね、1億ドル超えて、あのー、ちょっとキャメロンもですね、これは偉いことになってきたぞというふうに思ってきたんです。あ1億ドル超えたのはあれか。あのー、アビスだ。アビスで1億ドル超えて、で、あのー、 赤字になったのですね。そこから先トゥルーライズとかちょっと少なめの予算を作ったんですけども、キャメロンはとりあえず予算を大きくするの嫌いなんですね。そういうふうにすると、いろんな会社がいろんなことを言ってきて、どんどんどん動き取れなくなるとで。そうじゃなくて、もっと小さい作品を作ろうということですね。大騒ぎする作品じゃなくて、ET みたいなものを作りたい。小さな作品で、なんか心に残るようなですね。そういうのを映画にしたいということでですね、キャメロンがですね、 次の作品として選んだのがですね、1930年のジョージア州を舞台にしたローアャですね。耳も聞こえなくて、あの、声も出ない女の子がですね、主人公の映画を撮ろうとしました。これはあの、えー、小説の原作権を買ってですね、で、キャメロンはですね、この小説をですね、えー、脚本に書き直し出したんですね。で、しょ。 で、脚本ですね、できたから読んでくれっていうふうにですね、あの、デルトロ呼び出すんですよ。で、デルトロですね、呼び出して、脚本できた、俺新作の脚本できた、読んでくれというふうに言ってです、ねあの、デルトロ見せたらですね、デルトロがですね、おいおい、ちょっと待ってくれよ、やめろと。あの、ジョージア州の話なのに、なんでこれ舞台がタイタニックなのって言うんですよ。<laughs> なんでと。デルトロ呆れ返えてですね、お前は小さい作品を作りたい、あの、地味な、 女の子の話で、俺にもこんなのが作れるんだって、スピルバーグの ET のような小さい話を作りたいって言ってたんじゃないのかって言ったらですね、あの、キャメロンがですね、なんかもう語り出してしまったんですね。その時デルトロが笑いながら突っ込んだらキャメロンが真剣な顔して語り出して、タイタニック潜ったんだよ十10時間かけて潜る十10時間かけて潜って、 もうビニール袋与えられて、トイレはもう全部そこでしろと。おしっこもうんちもそのビニール袋しなきゃいけないと。そうやって10時間かけて潜っていったら、何があったと思うああ ?4000 メートルの海底に着いたら目の前にでかい山があったんだよな。で、山があって、あ、これ、あの、山があるから越えなきゃいけないと思って、で、スクリュー回したんだ。スクリュー回したらもうね、海の底沈殿物だらけだから、スクリューでぐわーっと砂が舞い上がって、 泥が舞い上がって何も見えなくなると。で、潜水艦がその山をこう、よいしょっとレーダー見ながら乗り越えたら、で、止まったんだよと。とりあえず前に何があるかわかんないから。で、止まったと。で、止まってライトつけて、ようやっと周りの沈殿物が落ちたら、目の前に壁があったんだよ。タイタニックの胴体が目の前にバーンとあったんだよと。とあと3メートル前へ進んでたら衝突してたんだ。やばいっていうふうなことで、次はスクリューを垂直に回して、 垂直上昇したんだよね。そうすると、垂直上昇しちゃうと、また泥が舞うんだよ。泥がうわーっと舞って、また前が見えなくなるから、危険なので、バックかましながら、あの、上昇したんだ。で、だいぶバックかましたら、レーダーの方に、あの、1メートルぐらい下に地面があるっていうのが分かったんで、あ、じゃあ、とりあえず着地しよう。ゴグンと着地したと。で、そこで泥が、あの、降りるのを待って、ライトつけたら、そしたら、 目の前にタイタニックの、ここがあったんだって。つまり、キャメロンね、ここに着陸してたんだよ。多分、最初、ここ、ここにですね、あの、近くに、目の前にあった壁でいうのはここで、で、ここから水、上昇して、偶然、このタイタニック号の前の甲板だよね。ここに着陸して、で、真正面にこの窓を見るような感じ。で、この窓が、 まだ全部ちゃんと残ってるんだ。で、あのー、も,うもちろん、その瞬間は、すごいって思ったんだけども、1秒も感動しなかったと。0.5秒ぐらいは感動したんだけど、すぐによし、カメラ回そうと。とにかく10時間かかってここまで来ている。で、おまけに、まだ正式に契約してないから、この調査のための、この、 ロシアの調査船のチャーターから潜水艇のチャーターまで全部キャメロンの自腹だったんだよね。なので、とにかくカメラ回そうと言って、カメラ回してバーっと撮ったと。で、あの、最後まで、例えば、タイタニックの沈む時にね、あの、楽団が演奏していた場所とかも撮ったと。これも、後で映画撮る時は絶対ここ使うことになると思ったから、もうそこを撮ろうと綿密に その7.5メートルの模型作って何回も何回もシミュレーションしたんだからそこを正確にまあ具体的に言っちゃえばこ、ここなんだけども<笑>ここをこうあの潜水艇で通り過ぎてちゃんと2台潜水艦2台じゃあ出したんだよね1台を照明係にしてもう1台でこうガーッと取ってですねあの取ったとであのそれでは俺はいい絵が取れたなと思って帰ってきたんだよ で、帰ってきて、まあ、その日の夜は、そのロシアのチャーターで密造酒のウォッカ飲んで寝てたら、そしたら、その日の夜、いきなり夜中に目が覚めて体が震えて止まんないと。で、涙がボロ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 出てくるんだとで。で、なんでってデルトロが聞いたら、いや、タイタニック本当にあったんだよ。って語るんだよね。あの、ロシ、一緒に潜ったロシア人たちは、あの窓の中から人が見てる気がするって言ってた。 で俺はそんなの気にしなかったんだ。まあ、迷信深いなというふうに思ったんだけども、まあ、ガラスだからそんなふうに光が反射することもあるだろう。人が見、あの、見てる気がするっていうのもなんかそういうふうな気がするだろうけども、今になってそれは気持ちがわかると。あいつら気持ちがあると。あそこに勇敢な人も卑怯な人もみんないたんだよ。タイタニックが沈む時には勇敢な振る舞いをした立派な人もいっぱいいたし、卑怯な振る舞いをした嫌な奴もいっぱいいたと。でも、そいつらは 全部まだあそこにいるんだっていうふうに言ったんだよね。で、俺らは何してたんだと思った。俺らは、その彼らの,その勇敢な奴らの卑怯な奴らのお墓の上でいいものが取れたとか、このショットはこっちから取ればよかったというふうに大騒ぎしてたんだよ。人の墓の上で俺たちは大騒ぎしてたんだよっていうふうにキャメロンはね、デルトロに行ったんだって。で、デルトロは、まあそれを聞いたらキャメロンの気持ち分かって、 いやもうな、もともと俺はね、あの、お前が小さい映画なんか作るはずがないと思ったやとこれからはお前のこと絶対信用しない。<laughs> お前がなんか小さい映画作りたいって言ったら、それは次の映画、史上最大の良さの映画になるという意味だっていうふうに言い返したんですけどね。で、そういうふうにデルトロが混ぜっ返したらキャメロンは、タイタニックを舞台にしたラブストーリーじゃダメなんだと。そうじゃなくて、本当にあったタイタニックを、 本当にそこに人がいたんだっていうふうに思ってもらわないとこれダメなんだよっていうふうに言ったんだ。そこから映画タイタニックというのは始まったと。えー、キャメロンの冒険ですね。ここから先あの、後半限定でまだ話が続きます。えー、まだまだ無料は続きますので,です、ね、お付き合いください。一回ちょっと <laughs>、休憩でお茶飲むね。 いやあ、ちょっと休憩しよう。デルトロいいよね <laughs>。いい味してるよね、うん。さて。さあ、あんまりね、あの、ここで休憩長くすると、本当に今日は大変なことになっちゃうから。 キャメロン話だけで40分話したよね。ここからは本編の、えー、映画の説明しますけども、先週の金曜ロードショーではですね、あの、えー、なんだっけ、壁陽のハートっていうふうに言われた新あの、ダイヤモンドあったよね。 あの、ローズが婚約者からもらったハート型の青いダイヤモンド。あれはあの、青き海の心っていうですね、吹き替えになってた。まあ、ヘキオのハートよりはね、わかりやすいよね。耳で聞いて、とりあえず理解、吹き替えだから理解しなきゃいけないので、青き海の心、心の方がわかりやすいと思います。で、前半ね、氷山衝突までやろうかと思ったんですけども、金曜ロードショーを実際に見たら、ただ単にあの、二人のラブシーンの直前ですか、単にあの、車の中に、あの、 ローズと、なんだろうな、あの、ジャックがイチャイチャするあたりで終わっちゃったんですけども、あの、ここからですね、あの、映画の後半のですね、解説をします。